皆さん、こんにちは。東京ヤクルトスワロー、広報部の三輪の正義です。長かった夏休みももうすぐ終わり、小中学生の皆さんや、親御さん、今頃夏休みの宿題で、てんてこまいにな、いる頃だと思いますが、いかがお過ごしでか、かつば九郎は、諦めろ。などと言い、僕自身、学生の時は宿題を提出した記憶が曖昧な、ですが、当時の先生すいません。 我らが、高津新、監督に公式アプリ動画、が、選手に聞いて、見るみ、で、夏の思い出を聞いたところ、俺は8月31日に夏、みの日記を一気にやった。日記は1日ででき、と豪語していました。インタビューした選手、コーチのほぼ全員が、野球の話しかしないの、察して、自ら宿題の話を持ち出してくれた感、は、さすが感どころも容量もピカイチです。 ぜ、参考にしてみてください。さて、オリンピック、無事終わりましたが、我がスワローズからは3のメダリストが誕生しました。日本代表侍ジ、パンの山田哲人、村上宗隆、そして銀を獲得し、アメリカ代表のスコット・マクガフです。侍、ヤパンは当然金メダルを取るとは思っていたが、蓋を開けてみれば一つも簡単なみはなかったです。スワローズを代表して、 国を追って野球をやる重圧とはいかほどのもの決勝が終わった後の山田の表情にそれは映っていたと思います。オリンピックというのは球を普段見ない人、山田や村上を知らない人らも色々と期待や重圧をかけられるもです。今回は自国開催でしかもコロナ禍でて避視聴する人が多かった。雰囲気というもの、周りが作るものなのでしょう。 初戦のドミニ、戦なんか、無観客なのにガチガチ、テレビ解説していらした宮本真也さんからも、緊張感が割ってきました。その中で、村上は8番という、楽人制発の打順で、自分の与えられた役割、きっちり果たしました。初戦のドミニカ戦で2点、決勝のアメリカ戦では、決勝本塁打の活躍は21歳ながら4番に座り、 スワローズでは常にどやったら勝てるのかを考えている男ですが、8という打順を与えられ、より状況を考えてだに入っていたのではないでしょうか。強気なタイルが売りの彼ですが、この経験で選手と手の幅ができたに違いないと思います。MVP2000、レタ山田はさすがです。彼も来年で30歳。今年は、ヤプテンを志願して、自分を変えようとしてました。 このオリンピックで相当な刺激を受けたはずです。チームキャプテンとして、それを元と言っては、おかしいかもしれないけれど、手に率先して伝えてほしいと思います。幕府を含めたメダリストがそうしてくれたら、ワローズはもっと強くなるはずです。そうそう、世間的にはいろいろナーバスな問題もありして、僕はメダルの現物を見ていないので、が、 ファンの皆さんと一緒に見る機会が出ないかなぁとも思っています。まだ、アイディの意見を出ないですが、オフのファン感謝デーか、どうでしょう。これまで野球しかしてこなった僕。人生でこんなにオリンピックを一生命見たのは初めてなのですが、驚いたこともくさんありました。まず第一の衝撃は、前述の説の宮本晋也さんの選手に対する励ましや縁が、 テレビから聞けて、つい引き込まれた子、かっこ笑い。次に、同じ山口県出身ということで卓球の川川淳選手と共に、応援していた柔道の大、小平選手。実は、この二人、同じ幼稚園だったんで、僕は違いますが、の言葉です。今回7 3ラム級で、金メダを獲得し、 リオ大会に続きに連覇を達成した彼、延長指導を終えた後にインタビューで初、他、東京五輪開催の賛否両論があることは理しています。ですが、我々アスリートの姿を見て、か心が動く瞬間があれば、本当に光栄に思い、すという言葉です。振り返ってみると、周りも、駅に、僕のプレーで、勇気や感動を与えたいで、というような言葉を発していたように感じ、す。 僕を含め、あれは、選手側からの押し付けで、ないかなと、頭を殴られたような衝撃を受け、した。金メダルを取るためにきっと365日休まず、力してきたはず。コロナ禍になっていろいろ、う人も増えてきたと思うけど、そんな人にも、量を見せることは、すごくいい表現をする人だ、思いました。僕もインタビューを受ける側か、する側になりましたが、自分を置き換えて、 考えると非常に勉強になったと同時に、そんな言葉引き出せたらな、とも思っている自分にも図化された瞬間でした。